はい、こんにちは、ケイドラです。今回は次の重心価格予想をやっていきます。ではまずは直近の振り返り見ていきましょう。今月はフヨウ、セイシちゃん、オニャンコポン、ベルスター、佐々木小次郎、宝蔵院、インイエの合計6体が来ていまして、残り火属性だけ来ていません。なので火属性プラス来週は第4火曜日なんで、まあもう1体予想しようかなと思っております。では工場キャラ古い順番から見ていきましょう。ギルガメッシュ、マルス、ヒバナ、アシカガ、ルビー、ゼフォン、プロメテウス、アラウィン、サンゴ、アザトース、ナタ、サナダ、まあ大体この辺ぐらいまでが圏内かなと思います。だいぶね、古いところは消化されていってるんで、まあ、ギルガメッシュね、前回予想したんですけども、まあ、今週は変えまして、こちらアシカガヨシテルで予想しようと思っております。まあ、このキャラは実装当時砲撃型の電撃弾が結構強くて話題だったんですけども、まあ最近は使う機会ほとんどないんで、またね、友情コンボのロマンキャラになってほしいと思ってます。では性能予想していきましょう。反射の超砲撃型、アビリティがマインスイーパー L、 魔法陣ブースト M、 SS ターン短縮、ゲージはありません。コネクトスキルで超アンチダメージオール、ライトポジションキラー、SS が狙った方向に弾を放ち敵を伝う無属性の電撃攻撃で追い打ち、12プラス8ターン、友情コンボが爆絶次元斬と超強電撃弾、魔法陣ブースト M、 SS ターン短縮、ライトポジションキラーを追加しまして、もともとあったアンチダメージオールとマインスイーパーに関してはしっかり強化しました。まあ友情コンボで戦っていくタイプのキャラだと思うので、アビリティ対応はそこまで増やしていません。でこの友情が爆絶次元斬と超強電撃弾、まあ両方とも無属性ですけども、まあ、結構ね火力は高いと思いますね。ライトポジションキラーも一応乗ってきます。で SS は特に変わっていませんが、そもそもねこの SS 持ってるキャラは珍しいので、まあ、このキャラの特徴として残してほしいですね。そしてもう一体は闇属性で予想しようと思います。結構工場キャラしっかり重心化解していまして、一番古いキャラがゴッホ、次にブリューナク、アトム、シバショー、トール、ちょっと飛んで、オペコ、チャチャ、大谷、まあ大体この辺ぐらいまでが圏内かなと思います。で今回予想するのはこちらですね、ブリューナクで行こうと思います。まあこのキャラは一応初期のイグノー適性だったんですけども、まあ、個人的に使った機会はモンストスタジアムぐらいしかありませんでした。なんでしっかり強くなってほしいと願っております。では性能予想していきましょう。貫通の超バランス型、アビリティが超 AGB、 飛行、アンチ魔法陣、状態異常回復、ゲージはありません。コネクトスキルで超アンチ減速壁、信用封じ M、 超レーザーストップ M、 SS が前方の広範囲に無数の雷を落とす、8プラス8ターン、友情コンボが超絶貫通ホーミング12と超絶バラージショットガン。元からあったアビリティはしっかり伸ばし上げて、今回ね、飛行をつけたので、一応霊術フォーサーにもいけるようになりました。まあでも本当に一応ぐらいですね。地雷回収できないし、SS もね、動けないので、まあそこまで強い枠ではありません。ただ超レーザーストップで火ダメージ結構軽減できるんで、まあこれ目的で採用する方もいるんじゃないかなと思ってます。友情コンボに関しては順当強化ですね。まあそろそろね、工場キャラの重心化解として、霊術フォーサーの後出し適正キャラ出してもいい頃合いなんじゃないかなと思ってます。以上、今回の予想は、アシカガヨシテルとブリューナクですね。よかったら皆さんの予想も教えてください。では、小ネタ一つ目いきましょう。ガンダムシードコラボ、追加超究極は来るんでしょうか？去年のようにミッションだけ追加っていう可能性もなくはないかなと思います。では今回のコラボを軽く振り返ると、英雄の書だったり戦家の書の配布はあるんですけども、未だにストライカーカードの実装がありません。で2月23金曜日の19時から降臨スケジュール空いているんで、これもちょっと怪しいですよね。で土曜日に関しては19時から空いているんですけども、20時から新号ずつ来るんで、多分この日はないと思います。で3つ目、今回ねコラボ終了までに特にやることがないんで、まあ何かしら追加は来ないとちょっとねおかしいかなと思います。ただ追加超究極来ない可能性もあるんですけども、理由としましては映画見た方に聞いた話によると、まあ追加でキャラは出せなくはないんですけども、ちょっと無理やり感があるそうなんですよね。絶対にこいつが追加の超究極で来るっていうような
ドンピシャのキャラはいないっぽいんで、金曜日のスケジュールもたまたま空いてるだけかもしれませんし、そもそもね、今回ミッションがすでに終わっちゃってるんですよね。ミッションコンプリートっていう形なんで、これ以上ね、ここに追加は来ないと思います。そうなると去年同様にミッションの期間限定枠に既存の超究極のオルフェ&イングリッド&カルラの追加ミッションだけ来るっていうパターンもありそうです。去年は追加超究極としてシャアが出まして、その翌週に追加ミッションとしてカードが追加されたんですけども、追加超究極が一個も来ないっていうのも少し違和感あるんで、もしかするとサベッジガーデン的な感じで、ボスは同じオルフェ&イングリッド&カルラで違うクエストを用意する可能性もあるかなと思います。まあ追加超究極来なかったとしても何かしら追加要素はあると思うんで、そこをね楽しみに待ちましょう。では小ネタ2つ目、信号術指で切りの性能が判明したので見ていきましょう。まずステータスですね。 HP が 24,000、 攻撃力が 41,200、 スピードが274あります。こちらの反射幻影族超パワー型も解放できます。アビリティが超 AGB、 アンチ魔法陣、アンチ転送壁、 SS 弾短縮、ゲージで電撃キラー M、 ドレイン S、 SS が自強化プラス自身と触れた味方を一定期間バブリー状態にする16プラス8ターン、友情コンボが全敵超強毒メテオと新友情のクリープスフィア、ラックスキルシールドですね。このキャラは見てわかる通り天魔試練の魔球の土敵性キャラでして、友情コンボに関しても全敵超強毒メテオを持ってるんで、正直降臨キャラですけども、ムーよりも強い可能性ありますよね。ギミック対応に関してもアンチ魔法陣持ってるんでヒヨコにもなりませんし、パワー型ですが超 AGB あるんでしっかり動けます。なおかつ連撃キラー M で火力も出しやすいし、ドレイン S あるんでヒットポイントも回復できちゃいます。さらに SS は自強化プラス自分と触れた味方を一定期間バブリー状態にできるんで、これも天魔9においてはめちゃくちゃ噛み合っています。毒枠プラスアタッカー枠プラスサポート枠としても活躍できるんで、天魔9の適性困っていた方は結構助かるんじゃないかなと思います。で、新友情コンボクリープスフィアに関しては、正宗の防御ダウンダウン同様に対象の敵を欠いていません。なので使ってみたを見る感じボス必中でしたね。で、まあボスがいないステージにおいてはステージによって決まった敵を狙っています。で、この友情コンボに関しては貫通はしていかないんで、ボスに当たる直前に雑魚に当たってしまうと雑魚にこのスフィアが広がっていくんですけども、対象がボスの場合どん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 スフィアが広がっていくんで、ボスの弱点判定もいっぱい拾えますし、使ってみた動画ではパワー型ですけども大ダメージを与えていました。チーススフィアは名前の通り自分のキャラを追いかけてくるんですけども、まあ、この友情コンボはシンプルに安定して属性大ダメージを与えてくれます。勝手にボス狙ってくれるんで火力も出しやすいし、シンプルに砲撃型のキャラが出るのが楽しみですね。以上、今週の小ネタ集終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。